東京都教育委員会は昨日、都立高校などでの生成 AI の活用に向けて初めて教員向けの講習会を行いました。参加した教員は利用に向けた注意点や課題に関心を高めていました。生成 AI の教育現場での活用について専門家を招いて行われた講習会には都内91校からおよそ140人の教員が参加しました。 専門家からは、個人が作成した文章と生成 AI が作成した文章を見分けることは難しいとして、教育現場で使う場合、利用範囲を明確にすることが必要だという意見が出されました。また、成績の評価方法についても、対面でのテストや口頭試問を交えることなどが提案されました。東京都教育委員会は、 両国高校など9校を研究校と定め今月をめどに生徒の生成 AI の利用を開始し全校での利用に向けて課題や知見を共有したいとしています。